だね。メイの姉ちゃんの分もあるよ。ひどい扱いなんてしないから安心して。どれどれ、どんなお宝があるんだろう。よしよし、悪くない収穫だね。ここは広いからまだお宝がたくさんあるはず。お宝探しは得意だから全部見つけ出せるって保証できるよ。メイの姉ちゃん、また時間が空いてるとき一緒に探索しよう。目指すは宝箱じゃなくて奥のエリア。以前ここに来たのはいつのことだったかしら。相変わらず真っ暗ね。それなら私が明かりをつけましょう。いつも通り来訪者に試練を与えるのが好きなのね、アポニアさん。あなたはエデン？聞くまでもなく、訪問者は私だと知っているはずよ。そうでしょ、アポニアさん。私たちは宴を見届けた者。そしてあの夜、共にある友を失った。もしくは神聖を見届けたとも言える。だからあなたは楽園にあそこを残したのね。それもこんな奥に隠すなんて。エデン、私たちには捨てがたい感情がたくさん残っている。思い出したい過去も山ほどある。あなたがかつての音楽に心酔するように、私にもこの長すぎた茨の道を安置する場所が必要なの。エリは反応から察するに知っているのね。ええ、わがままだとはいえ、あなたも知っている通り、エリシアのことだから。知った時は喜んで受け入れたようだった。アポニアさん、私はあなたを尊敬してる。だからあなたとエリの選択を尊重するわ。知ってる？みんな私を与えるもの、あなたを
受け入れるものと呼んでるの。受け入れるもの。彼女が去ってしまったことすら受け入れられない私が、なぜそんな名を。あまり言いたくはないけど、確かに事実とは真逆なのかもしれないわね。私こそが偏愛を受け、運命の愚弄を受け入れた方なのかもしれない。そしてアポニアさん、あなたは、あなたこそ本当の与えるもの。戒律を与え、希望を与え、進む道まで。みんなが目にしているものは真の姿ではない。あの夜に起こったことと同じね。かの者の行く道は他者が目にする道ではない。エデン、私たちが今まで守ってきた秘密はもうすぐみんなの前に明かされる。それは新たな予言なの、アポニアさん。いいえ、これは私の願い。願いね。あなたの口から聞くのは初めてだわ、アポニアさん。あなたまでメイさんに変えられたのね。楽園に変化をもたらしてくれるものは喜んで受け入れる。彼女にはエリシアと同じ意図がある。エデン、鍵は持ってきた？ええ、もちろん。ずっとそばに置いておきたかった。私たちはそのつもりでいたはず。鍵が揃った暁には水晶の花が再び咲き誇る。エデン、あの歌をもう一度歌ってくれる？ええ、それも私の願いよ。その時は全員で一緒に聴きましょう。彼女が大好きだったあの歌を。安心して、全部片付いたから。今なら邪魔は入らないわ。あなたの方はどうだった？他の人と会えた？それなら、メイもきっとワクワクしているんでしょう。そうよね。はいはい、歩きながら話しましょう。第13律者について知りたいのよね。わかってるわ。この話は少し長くなるの。どこから始めようかしら。やっぱり順序よく最初から話すわね。ヒヨオオガに入った時の話から始めましょう。来て、いい場所に連れて行ってあげる。
多分私の乙女心が繊細で敏感だからかもしれないわ。次からは小道を通っていく？どうする？